うして。よろしくお願いします、先生。手加減はなしでいくぞ、カナタ。はい。始め。俺がみんなを守ってあげる。それでもか。教えたことをしっかり守ってきちんと訓練に励んでいたみたいだね。はい、これくらい俺にとっては朝飯前です。その辺の魔物の退治くらいなら楽勝ですよ。頼もしいね。でも油断は禁物だよ。そうだ、クレス先生、俺もう次のステップに進んでもいいと思うんですよね。うん、ああ、うん、カナタは教えたことを真面目にやっているし、次のステップに進んでもいいかもね。やった、さすがクレス先生だ。ん、あれは。先生、あれ魔物じゃないですか。そうだ、よしカナタ、僕もサポートするから、この魔物との実戦をやってみよう。え、あれくらい俺一人で倒してみせますよ。次のステップに進みたいんじゃなかったのかい。さらに強くなるための戦い方を学ばないとね。ああ、はい、お願いします。一気に切り抜ける。いいかいカナタ、ただがむしゃらに力や技をぶつけるのではなく、時には相手の弱点を見極めることも重要なんだ。弱点、やってみます。ねえ先生、あの必殺技、今日は見せてくれるんですか。減るもんじゃないし、いいじゃないですか。わかった、今日は特別だよ。いいかい、一度だけだからね。本当ですか、やった。この一撃で決める。
うわかっこいい。さすがですクレス先生。よし、そろそろ引き上げよう。今日はここまでかな。ありがとうございました。本当に強くなったね、カナタ。ぼやぼやしてると僕も追い抜かれそうだよ。それは困りますよ。俺の方が強かったら稽古にならないじゃないですか。大丈夫、先生だったらもっと強くなれます。自信持ってください。ありがとう。悪気はないんだろうけど、この違和感は何だろう。どうかしたんですか先生。いや、何でもないよ。とにかく剣の鍛錬に終わりなんてない。慢心せず、これからも頑張ってほしいな。はい、もちろんです。俺はもっともっと強くなりたいんです。みんなのためにも。みんな？修道院の孤児たちのことかい？はい、身寄りのないみんなはとてもかわいそうな子たちなんです。だから俺が守ってあげなくちゃ。君のその正義感は正しいし、優しさは尊いものだと思う。だけどあまり気負いすぎないでほしい。あなただってまだ子供なんだ。俺はもう子供じゃありませんよ。ちゃんとみんなを守ってあげられます。うん、そうだね。このまっすぐさはカナタのいいところだ。優しさも正義感もこの子の美徳だと思う。だけどまっすぐすぎるからこそ危なっかしくもある。クレス、大変なんだ。どうしたんですか。雑貨屋のとこのばあさんが頭を打っちまって意識が戻らないんだ。すぐに手当てしたいんだが、医者の先生は別の休館で手が空いてなくてよ。わかりました、僕が行きます。応急処置くらいはできますから。そう思ってここに来たんだ、頼むよ。でもどうして頭に怪我なんて。どうやらばあさん強盗に襲われたみたいなんだ。強盗に？犯人は修道院のガキらしい。今村の若い衆が問い詰めに行ってるからすぐ白状すると思うが。ちょっと待ってください、今の本当ですか？犯人が修道院の子供って。ああ、カナタ君。なんだ、君もいたのか。あそこには一人問題児がいるだろう。ナッシュだったか。あの子は村の作物や雑貨をよくちょろまかすからね。その感じで今回は金を盗もうとして揉み合いにでもなったんじゃないかってみんな噂してるのさ。それって決めつけじゃないですか。ナッシュはそんなひどいことは絶対にしませんよ。クレス先生、俺すぐに修道院に戻ります。ナッシュの無実は俺が証明してあげなくちゃ。わかった。だけど修道院までの道は魔物も多い。決して気を抜かないでくれ。はい、急がないと。
私はベルベット、ベルベットクラウ。他には特にないわよ。聞きたいことがあるなら言いなさい。嫌なことは答えないけど。初めから覚悟は決まってる。俺はさ、世界中のみんなを幸せにしてあげたいんだ。邪魔をするなら容赦しないわ。私は私のやり方を通すだけよ。
俺はザビーだ。戦いの極意ってのを手取り足取り教えてやるよ。女の子限定でな。スレシア・コンバティールです。あの、私はどうしてここに？状況と理由の説明を要求します。正義のためにイージスアルバ共に参る。私はロンドリーネ。ベイケ・ジュングベルタ、よろしく。
油断せずに行くぞ。クレス先生直伝の剣技見せてやる。魔物なんかに負けてたまるか。受けてみろ。ヘルスクロー。受けろ。少年ユーマショー。できた。投げ払う。不勝一戦。スカグイ、俺につけ。そういえば前にクレス先生がすごく強い魔物、この森の主を探してるって言ってたな。急いでるし今は会いたくないけど。さだめを貫け秘宝の刃。一撃必殺エンデッドピアス。エンジョック。